もご機嫌だね。ねえおじさん、今日もご機嫌だね。ワンカップ片手に危ういステップで。ねえおじさん、ご機嫌だね。なくしたものが喉の奥に引っかかっているような気がして、それでワンカップ大関買って流し込もうとしたんだ。でもワンカップじゃ足りなくて、2カップ3カップ4カップって飲み続けてベロンベロになって、一体何が引っかかったのか分かんなくなっちゃって、それでも分かっていたのはその引っかかっていた何かがすごく大事なものだっていうことで、だから俺は割れた声で地団駄踏みながら歌い続けたんだ。